はい、皆さんこんにちは、ガーシーの公認でオリエモンが秘書、参議院議員の斉藤健一郎のサンキューチャンネルというところでですね、皆さん今日は、どういったお話かというとですね、私の方で文藝春秋社からですね、週刊文春ですね、文春の記事にさせられた件について、私の犯した、交通違反についてどういった状況だったかというのを実は説明をしてなかったので、その説明を、させていただく動画をちょっと撮影しようかなという方向で、今日は撮らせていただきます。まず知らない方のためにですね、どういった文春の記事になっているかというとですね、文春の方を読んでいただいたらいいんですけれども、その前に取材のお伺いというものが来ております。はい、要するにこれ文春出る前にですね、こういうふうな記事、週刊文春で上げる予定なんですけれども、文春オンラインの方で、上げる予定だったんですけど、もう上がってるんですけれども、その前に何か言い訳ありますかという取材なんですよね、それが、本日の5時までに返答いただけないですかというところで、私の返答とともにですね、どういった内容があったのかっていうのをご説明させていただきます。まず斉藤様が2021個目、斉藤様が2022年7月11日の早朝に、これもちょっと若干ずれてるんですけど、千葉県若葉区内の高速道路上で自動車を運転中に千葉県警により約25キロのスピード違反を減輪されたのは事実ですかというところで、私の方の回答はこれ事実ですというふうにちょっとお答えしたんですけれども、これ若干誤りがありまして、スピード違反を、犯したかどうかって言ったら、犯したと思います。はい、これは明らかに、スピードはオーバーしてた、なので、それは事実です。ただその場で減輪したかどうかって言ったら、確かね、僕減輪してないはずなんですよね。サインはしたんですけど減輪してなかったのではないのかっていうところで、一応文春に、上がってるのは事実ですとお答えしたんですけれども、ちょっとこう 不確実的な人事実ですというふうにと訂正をさせていただきます。そして2個目、斉藤様は車両を停止したもののスピード違反はしてない、ゴルフ場へ急いでいる旨を、主張し、交通反則切符を拒否したのは事実ですかというところで、ここは、取り締まり方に不満があったため拒否したものというふうに、回答、文書に正式な回答をしております。そして3つ目、斉藤様はその後複数回の出頭要請通知など約8ヶ月にわたり、無視し続けていたものの、繰り上がり当選後の3月25日になって、千葉県警に連絡し速度違反を認め反則金の支払いなどに応じる意向を示したのは事実ですかというところで、まずそもそも無視してませんというところで、なんか誘導してるなっていう感じがするので、一応無視してませんというふうにお答えはしております。そして4つ目、斉藤様が運転していた車に立花隆氏も同乗し、スマートフォンで警察官の撮影をするなどしたのは事実ですか。はい、もうこれは事実です。証拠として残しときました。これは逆に残しててよかったなというところではございます。というところで、まず私のどういった、交通違反を犯したのかというところの、説明から入らせていただきたいなと思います。まずどういった状況かというとですね、まず場所は京葉道路というところですね。京葉道路、実はこの小松川線、東京から千葉の方へ、立花投手とですね、ゴルフに向かってた最中に僕が運転していたというところなんですけれども、京葉道路を走っていた時に、小松川線までは実はですね、京葉道路というのは、2019年にですね、80キロに制限速度が上げられた、もともと60キロやったところが80キロに上げられたというところで、もともと京葉道路、もともと80キロの道路やったんですけれども、実はそれが騒音の問題とかいろいろな問題があって、安全上というのはどっちかというと騒音の問題が、大きかったようで60キロに制限されました、この京葉道路というところは。その後、安全等も確認されて、防音壁なども高くしたことから、この80キロに上げられたのが約2019年、そこから、一部区間は60キロのままが残った状態です。そしてここからまた穴川のインターチェンジより先また80キロに戻る、私が違反を犯したっていうところは、この間の60キロの制限区間内の高速道路で起きた出来事だということがまず事実でございますので、これについて説明をさせていただきます。当時の状況です。
当時の状況、私の車がこれとさせていただきましょう。はい、見たとこいいですね。この状況やったんです。上から普通の一般車両が走ってました。そしてその後ろに実は赤色灯を回したパトカーだったんですね。パトカーが後ろをつけてたんです。普通のパトカーです。で、またその後ろに車がありました。これもちろん車間距離取ってました。そしてその後ろに僕がいました。こういう状態です。前にも車いて、警察の赤色灯を回したパトカーがいて、僕がいました。そしてでこの状況ですね。この状況で制限速度60キロ、これは、僕のミスではあります。制限速度が60キロだということを認識してませんでした。認識してなかったので、僕はもう80キロだと思ってた、ここの高速度で。60キロ制限ということは、要するにこれ50キロ台で走ってたんですよ、車が。なんでこんなにゆっくり走ってんのと、もうちょっと速く走れるだろうと。で、ゴルフのもちろん予定もありましたので、僕はここからぐっと右車線に行って、ブイーッと速度を上げながら、僕も50キロ台で走ってたので80キロぐらいまで速度を多分上げてるんですね。ここはもうはっきり何キロか覚えてないです。大したスピード出してないので。って言った時に、まずここで警察官と目が合いました。でも僕は何も悪いことしてないと思うから、まあ簡単に言うと挨拶がてらです。赤色灯を回してたので、なんかもちろんこっちも警戒した状態ですよね。で、僕がブイーッと行ったら、この後警察がすぐにここから僕の真後ろにつけてきたんです。僕の真後ろにつけてきたので、もうもちろんそれは赤色灯を回したパトカーを抜いたんだから、嫌な気がしたので、すぐに僕はウインカーを出してこちらに戻りました。するとですね、パトカーが追いかけてきてですね、この時のパトカーがどういったことをしたかというと、ものすごい怒ってたんです。おいおい、止めろ止めろ、横に寄れ横に寄れっていう、すごいすごい、もう要するに、もうここで当主と話してたのが、斉藤君、パトカー抜かしたからめっちゃ怒ってんで、そうですよねっつって、めっちゃ怒ってますねって言って、でその先で路側帯のところのゼブラのところですね、このインターと降りるところのこの先にあったので、そこまで警察官の誘導によって、もうずっとこのまま走っていって、まあ、捕まった状態ずっと並走して、で車を止めた。まあ、これが一つの状況なんですね。で、ここで2台車が止まりました。よいしょ。はい。ここで警察官の、車のパトカーの、先導により、インターを降りるところ、こっちが本線があって、そして、こちらが外に出口ですね。出口に出るところがあって、で、ここの、ゼブラ帯のところに、案内されたので、ここに僕は車を止めてお話をしました。って言った時に、まずここで当主が動画を撮られた、これが4番目の事実です。ここでもう要するに当主がもう動画を撮りながらですね、まあ、パトカーがもうものすごいこう威圧的な言い方をしてきたので、その言い方ないやねんで、もうちょっとこう怒った感じで YouTube 撮影をしだしたんですね。それやったらもうこちらの人も言うたら、もう撮るなみたいな。で、まあ、当主の主張としては、ちゃんとした公務をしているのかどうか、そのために撮影するのになんであかんねやというふうな、まあまあ押し問答があって、実はここちょっと喧嘩っぽくなってるんですよね。で、僕は僕で、この時に、主張してたのが、ちゃんと、まあ、今日の、警察庁の話にもありましたけれども、スピード違反を捕まえる際は追尾をしてやりますと。それ以上の細かい話は一切してくれなかったんですけれども、結局車が真後ろにつけた状態で追尾もしてないのにスピード違反だと主張するのは、それは無茶苦茶なんじゃないかという主張をこの場でしてたんですね。で、多分警察も、あ、こいつらめんどくさいな、あ、やっちまったな感の空気はちょっとあったんです。もうこれはもう僕の主観なんで、事実かどうかわからないですけれども、で、その後結局最後出口に出る、市原の出口に出るまで警察官の、誘導によってそこに出て、まあ、そこで話をしたんですけど、もう時間もないし、まあ、当主の方からも斉藤君にとりあえずサインだけしときというところでですね、もうこんなも戦っても仕方ないからということで、あ、分かりましたということで、確かこれスピードは減便せずに、とりあえず僕のサイン、名前だけは書きました。その後また話をしましょうというところで、それでその場は、終わりました。これがその当日の話ですね、ここまでが。で、その後ですね、警察が主張するに、出頭命令確かにありました。僕の方の自宅の方にも、出頭してくださいというので、
でその後僕の方から電話でですね、その日時行けませんということで、行けないというお話で、あのよかったら僕はもう立花さんもここでもう立花って分かってるよなという話だったので、僕はもう逃げも隠れもしないので、あのもちろん自宅で話できれば自宅でもいいですし、まあ会って話全然しましょうということで、ここの事実確認をしましょう。僕も取締り方に不満があったので、ここでしっかり話をしときたいなっていう話を、しましたとですね、そこで話をしたんですけど、まあ、そこからこちらの方から、電話をちょいちょい僕の方にかけてきてくれるんですけれども、まあ、僕もどっちかというとこう忙しいタイプの人ですので、あんまり電話に出れない機会が非常に多かったので、で、まあ、電話がかかってきても、僕の方からかけ直したり、してたんですけれども、まあ、先ほども動画を撮りましたが、結局かけても繋がらないんですよ。なんでかというとこの人は現場の警官なんで結構現場に出てる。でもしくはね、なんか不思議とですね、もうずっと話し中なんです。1回戦しかないという事実は確かめたんですけど、もうずっと話し中でなかなか話が先に進まない。でもその延長線上で、まあ、向こうは公務ですので、その後また出頭命令を、党の方に出してきて、その党の方から、僕の方にもらって出頭命令来てますけどっていうところも、結局僕もその後結局それ日時行けないからっていう話で電話してるんですけど、全くこれもまた電話がつながらず、で向こうもまた電話つながらなかったら次また向こうかけてきてくれるんですけど、またタイミングが悪く、一切、電話がつながらない状態っていうのが結構何ヶ月続いて、まあ、その間も僕も電話かけたけど出えへんから放置してたんですよね。まあどっかで話をせなあかんへんか。んで、また先日ですね、もう一度また党の方にその出頭命令が来たので、まあ党首の方から斉藤君もこういうのめんどくさいからもう解決しといたなっていうことで、もうそうですよねってもうすぐ議員にも、まあなるというか、まあまあそういう立場的なもんもあるし、もう早く解決しといたらもうめんどくさくないからいいん違うかということで、もうわかりましたってで、そっから僕がもう何としてでもとりあえず解決しとかなあかんなっていうので積極的に連絡をもうしょっちゅうするようになったんです。もう繋がらないから。もっとかけても繋がらない、かけても繋がらない。で、やっとこの担当の人と電話が繋がったのが3月25日。3月25日にやっと繋がって、数ヶ月にもわたる、中ですね、ようやく電話が繋がりまして、はい、ここのお話ですね。その後複数回の出頭要請通知などを約8ヶ月にもわたり無視し続けて、もうこれを無視し続けてたかどうかっていうのはもう皆さんの、判断にお任せしてるんですけれども、繰り上げ当選後の3月25日になって千葉県警に連絡し、ご連絡はずっとしてました。で、千葉県警に連絡し、速度違反を認め、反則金の支払いなどを応じる意向を示したの事実ですから、で、速度違反を認め、あ、もうね、もうこの時の電話、いやもういいですと、もうこれ以上言い争っても仕方がないので、もう認めます、もう反則金も支払いますよということで、もうそれで解決できるならば、もうそれに解決しようと、こういうふうな文春のネタになるので、それを避けるためにもういいですと、もう何も文句言わないですということで、話を進めようとして、で、さあどうしましょうという話をしたときにですね、結局その当選後結構忙しかったので、僕参議院会館いるので、いつでも来てもらったら、全然いつでも話はできるし、そこで切符切ってもらって大丈夫なんでって言って、それでもいいですしというお話をしたところ、あ、わかりましたと、じゃあ、その25日の土曜日やったので、来週ちょっと調整してですね、電話を差し上げたいと思いますのでというところで、まあ、そこで電話切ったんですけど、ここでね一個怪しいことがあったんですよ。それが何かって言ったら、その担当の方、担当の方とお話ししてるときに、まあこれは警察だったらすると、まあ普通にするんじゃないかなということだったんですけど、斉藤さん、こちらスピード違反をした、速度違反を認めるんですか。あ、もういいです、はい、もう認めます、あ、もうそれでいいです、それで進めましょう。認めるんですか、本当に認めるんですね、本当大丈夫ですか、本当認めるんですねっていうのが再三にわたり聞かれました、電話上で。やったら、もう分かりました、認めます。認めますよっていうふうに、何度も回答したんですね。っていうところが、何かここで僕はちょっと違和感を感じて、あ、もしかしたらもうこの時にはもう文春と話をしてたのかなみたいなっていうところが、実は非常に気になったところではありました。なんかそれが話つかへんまま無視したまんまみたいなっていうので、すでに記事を書いてた可能性もありますね。この時にはもう僕はもう当選してた後だったので、まあその可能性はあるのじゃないかなというふうに、僕自身が、感じた話です。これは僕の主観で、感じたというのが、事実でございます。そして3月25日に、
その連絡をもらった後、あの来週に電話しますとかって言ってから、まだ電話しますなんで、待ってたんですよね。でかかってきたのがまたちょうど1週間後の4月2日です。4月2日まで、全く一切の音沙汰ございませんでした。で僕も連絡しますって言ったので、今回はもう話もついたので僕の方から連絡することはありませんでした。でも気になってましたよ、もちろん。あー、なんか嫌な予感がするなーっていうふうに思いながら思ってたんですけども、4月2日にまた YouTube の撮影中にですね、千葉県警の方からなってですね、その後あー来たなという感じだったので、でまた出れなかったので、まあ、その後またかけ直しました。また出てておりませんということで、一切結局連絡が取れずに、昨日ですね、4月3日、4月3日にこの文春からこれが届きましたというところの事実。ここまでが、事実でございます。それによって、まあ、今日、それをきっかけにですね、皆さんのお声があったので警察庁の方をお呼びして、まあ、この取り締まりの仕方というもののちょっと明確化を聞きたいということでお呼びして、より安全にするためにはどうなのかというちょっとレクチャーと説明を、読んでさせていただきました。ちなみに言っときますけれども、これによって千葉県警に、圧力をかけて、斉藤のスピード違反を帳消しにしたろうなんていうことは1ミリも思ってません。もしそんなことがあろうもんなら、逆に YouTube に晒して警察こんなことやってるぞ、これが結果国家権力なんかみたいなっていうふうにもちろんこう多分晒してしまうので、もちろんそんなつもりも毛頭ございません。あくまでも国家国民のためになんか不当な、取り締まりの仕方というものに不満を抱いて、不満を抱くことが逆に負の連鎖を生んでイライラしてムカついて、優しく人に優しくなれずに結果アクセルをちょっと踏んでしまって交通事故につながるとか、僕はそういう負の連鎖が警察が起こしている可能性があるんだと非常に思うんです。もう僕も今までもうずっと車を運転する仕事をしてきたので、まあ、運転手とかじゃなく、地元にいる時からレストラン経営している時から毎日通勤車やし、どこご飯食べに行くのも車、基本的に僕もお酒飲まないので、どこ行くのも基本車の運転してたので、もうゴールド免許なんかもいつになったら取れんねんっていうぐらいゴールド免許遠くて、もうとりあえず一時停止からスピード違反から信号無視からこれ全部意図してないですよ、信号無視からもうそういう、もう数々の違反を犯してきたので、もうその中にはあるんですよ。さっき警察庁の方も話してたんですけど、納得のいく、違反、いやもうすいません、もう僕が悪いです、もうこれ完全にもうすいませんでしたっていうパターンと、いやいやその取り締まりの仕方おかしいやろ、なんでそのタイミングでここでやってるねんとか、もう僕はここ何十この道通ってるけれども、そこで危ない思い一度もしたことないのに、なんでここで1メーターオーバーしただけの一時停止でそれで切符切られんねんとか、もうそういうのがすごいあったので、もうちょうどこれはいい機会だと思って、ある意味国民の代弁者として警察庁をお呼びして、その辺どういうふうな取り締まりの仕方してるんですかというお話を聞くために、まあレクチャー、まあ、説明をさせていただいた、説明に来ていただきましたというちょっと経緯があるんですが、話はちょっとこっちの方に戻しまして、そしてですね、一番のこれの問題点は何かというとですね、結局私とその担当の千葉県警の、担当の、人以外、3月25日になって千葉県警に連絡し、速度違反を認め反則金の支払いなど応じる意向を示したのは事実ですかということ自体、これは僕とその人の以外知らない事実です。僕これ僕の知り合いにもこの話を、認めたよという話は一切してません。にもかかわらず、文春の記者の方がですね、この事実を知っていたというの自体、地方公務員法の34条に、まあ、秘密を守る義務というのがあるんですけれども、守秘義務違反なんじゃないかというところ、これはね、もうものすごい、危険な話なんだ。まあ、要するに警察の方からリークして、言うたらここで警察のちょっと喧嘩っぽくなったんだよ、あいつ意地でも捕まえるぞと、しかも NHK 党やろ、政治家女子48党やろ、堀江門の秘書で、立花隆で、有罪です。そしてガーシーの後やろ、有罪、有罪三連ちゃんです。有罪三連ちゃんの後の斎藤やろ、言うたら一般的な世論から見たらここは完全なる悪やというために、正義のために捕まえたのか、もう俺らあの時めっちゃムカついたしなっていうのが感じられました、正直。国家権力って怖いな、そういうふうにして圧力かけてくるのかなぐらいで、思いました。
結局それで文春の、記事に、それをリークすることによって、一般の世論を味方にして斎藤まで捕まえてやろうかというところの、もうまさに堀江貴文が、受けた罪、立花孝志が受けた罪、ガーシーが受けた罪、斎藤健一郎に仕掛けられてる罪、すごいね、なんか陰謀にも満ちたものをちょっと正直感じるところがあった。事実かどうかわからないですよ。結局まだ千葉県警と話にもなってないので、この事実確認に関してはもう千葉県警と徹底的に話をしたいなと思ってます。もう何だったらもうこの YouTube ももう今日中に出そうかなというふうに思ってますけど、もう訴訟までしてもいいんじゃないかなと思ってます。僕はもちろん別に逮捕されるであるとか前科がつくとかっていうのは僕も気合入ってますので、全然そんなことをみんなのために戦えるんやったら僕が人柱となって、それが社会の問題となって、できるのであれば僕はもう全然いいかなと、そのぐらい覚悟決まってるし、もちろんこのバッジに対しての依存も一切ございませんので、当主の方からいつでもやめろと言われたらやめるし、次の人にすぐ譲るし、そのぐらいのちょっと覚悟ができてるので、まあそういうことがあっても、まあこのぐらいのことで別に除名になるとかっていう話じゃないんですけど、そのぐらいの覚悟を持ってちょっとこの問題についても逆に認めずに、どこまでこう話になったらとことんまで話題になるのでもやると、もう話題にならなかったらもうすいませんでした、反則金払って終わりでもいいんですけれども、文春がありがたいことに記事にしていただいてですね、当選後もう僕はちょっとやっぱり3日間ぐらいでガーシーの後釜ということでですね、話題になって、一瞬でなんかこう僕の知名度をっていうのはもう収束していくだろうなと思ったタイミングで、党のごちゃごちゃがありながらあり、そして私のこの文春問題があって、しばらくまだ斎藤のという名前が、記事メディアに取り上げていただけるので、もう何しか我々はこういうものに戦おうと思ったら個人で情報を発信していく力を持たないといけないんです。なので少しでも YouTube で再生回数を伸ばす、登録者数を増やす、Twitter での影響力をするというところがですね、国会議員713人いますけれども、そのトップ10には入らなあかんやろなというふうに思っています。そのぐらいの影響力を持ったら本当に正義が正義を通せるような形になりますので、そうなったら今の時代、今まで国会議員というのは数の力が全てやったところがですね、 SNS の時代は数だけじゃなく SNS の発信力でいろいろな法案、法律、ルールを変えることができるんだということが立花孝志が身をもって証明してくれてますので、僕がその影響力を持つためにはある意味文春さんありがとうという感じです。この問題を残してたことによって文春の記事に取り上げて、文春デビューを果たしました。文春クソ死ねって堀江貴文が言ってますけれども、僕もその一員になったのかなというところで、ある意味こう、恥ずかしいしょうもない系ですよ。60キロのところを80キロぐらいで走って捕まったみたいなとかっていう、文春法にもならない文春水鉄砲とまで言われましたけれども、そんなぐらいのことでもこう扱ってもらえるところの立場にあるのは、ある意味すごいありがたい話だなと。でなおかつなんかちょっとこう、ちょっとやっぱガーシーのあてやったので、僕が登院するだけでなんかこう斎藤すげえやん、ちょっとまともにやってるやん、真面目にやってるやん、で、つい最近も委員会での討論というふうにですね、国会議員の仕事を、ちゃんと真面目にやってますので、やってるとなんかこう斎藤がなんかちゃんとした国会議員として政治してるなっていう感じの、ちょっと人気がちょっと高まってる、ある意味なんか高評価が多かったので、僕は普通にこんなことやるし、はっきり言うと一般人なので、僕は国会議員になりましたけど、もうただ単に堀江門の運転手から可愛がられて国会議員になれた程度の本当一般人の代表なので、もうみんなとやってること変わらないですよ。別になんかもうここ10年ぐらいは国会議員意識してるから多少もすることなくなったし、そういうのもしなくなりましたけれども、別に女性問題だってこれから別に何もなく出てくるでしょうし、なんか独身ですからね、自由にはさせてもらおうと思ってますけど、女の子と手つないで普通にデートすることもいっぱいあるし、そんなことなんか、これから何ぼでも多分出てくると思うので、なんかそれでもなんか別に国会議員やってて窮屈さは感じないよとかっていう風な、のを作っていかなければならないです。これからそれこそ DJ 社長とか三崎裕太さんみたいなとかっていうところも立花孝志がアプローチをして、これから衆院選員でと、斎藤がそれで通じてるんだから、女の子と手つないで外六本木歩いとって、何も言われへんねんからいいじゃんっていう、そういう風に成人君子じゃない政治家はというところを、生み出したいので、こういうのもガンガン問題に取り上げて、我々のいいところは全てをオープンにするというところが立花孝志のイズムであり、正直者がバカを見ない世の中にするというふうな考え方ですので、今後も私はもう正直に生きて、全てをこう明らかにオープンに、していくようなそんな政治家になります。だけれども、成人君子ではございません。間違いも犯すし、違法なこともな結果的になるかもしれないし、
その分僕はいろんな世界ある意味知ってます。世界もいろんなとこ行ってるし、日本国中いろいろ行ってるし、真面目に全ての国会でようなんて思ってないし、他に優先することいっぱいあるし、やりたいこといっぱいあるし、そういう風に見てなんかバカ真面目に、何もできない SNS にも出てこないようなそんなしょうもない国会議員目指すんじゃなくて、 SNS にどんどん出ていきながら面白い情報を発信していきながら、子供たちから憧れられる職業に僕はこの国会議員というものをしたいので、それにできるような活動を今後とも続けていきたいなというところで、今日はちょっとこの僕の違反についての解説をさせていただきました。皆さんの、コメントとか、ツイッターでのコメント、結構僕しっかり夜中まで、読んでます。皆さんの声拾い上げていきたいので、批判全然いいです。批判してください。お前そんな国会議員として資格ないという意見も一つの意見なので全然 OK なので、ただあまりにも下品な言い方はごめんなさい、即ブロックしてます。本当に相手に尊重のない、批判はいいですよ、批判はいいんですけど、相手を尊重しないような言い方であったりっていうものは基本的にはもうブロックをさせていただくんですけれども、私はこう思う、あなたが、国会議員として交通違反を犯したりとか、過去に不倫したことがあるとか、そういうことは私は嫌です、そんなことしてほしくないですという、これは一つの意見なので、もうこれは全然ください。それはもう全部僕の耳には一応入ってきて、どこまで影響されるか分からないね。今千葉県警から電話鳴ってるんですよ。これ今このままやりますか、このままやりましょうか。あ、でもこれ動画止まってしまうな、動画止まってしまうな。またこのタイミングでなるんですよ。後でまた YouTube 撮影をちょっとしますので、この動画をちょっとやりたいなと思いますので、皆さんこの後また電話取って別の動画でちょっと上げたいなっていうふうに、ちょっと上げれるかどうかわからないんでね、向こうもプライバシーとかっていうので、ちょっとやっていきたいなというところで、ちょっと長くなりましたが、30分ほどの解説になりましたが、このお話について疑問などあれば、DM でも結構です。なんやったら NHK 党の方に僕の LINE も、オープンにしてます。電話番号をオープンしてないです。もう電話番号かかってきても、こうやって今みたいに出れないことが多いので、LINE でメッセージくれたら、もう LINE のメッセージとか、Twitter の DM とか結構返すの早いです。まともな意見であれば、ちゃんとまともに返します。もうたまにすごいクレームみたいなとか、なんかそれこそ殺すぞみたいな来るんですけど、もうそういうのはもちろん即ブロックなので答えないので、そういうふうに丁寧にメッセージいただくものは基本的に返したいなと思いますけれども、できれば何かメンションを飛ばして、公の場でできるものは公の場でしていただいたらありがたいかなというふうに思ってますというところで、この解説の方をちょっと終わりたいと思います。NHK の方、契約しない方は、NHK の契約は早急に契約はしてほしいなと思いますので、契約して未払いというものを推奨しておりますというところで、今日もですね、斉藤健一郎のサンキューチャンネル、これにて、解説の方を終わりたいと思います。また引き続き動画の方を上げていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いしますということで、サンキュー。